どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルと、はい、シンプル簡単バージョンではこの、初めてウクレレコンサートウクレレ、このね初めてウクレレ今ただいま Amazon でご購入いただけるようになってます。こんな感じで調べてください。そうそう出てきますからね、即ゲットしてください。さあこの2本のウクレレを使いまして、今回もレッスン動画届けていきたいと思います。さあ取り上げたい曲、今日はですね、今このね時期にね、ほんと声を高らかにして歌いたい曲お届けします。はい、こちらドン。今の清志郎さんのジャンプ。この曲で元気もりもり。で、あともう一個、やっぱりね、ラブ&ピースです。ロックンロールラブ&ピース。やっぱりこのメッセージ、がっつり歌い込んでいきましょう。今回ちょっとスペシャルバージョンで、いつもちょっとね、ショートカットアレンジバージョンにさせていただいてるんですけど、1番と3番の歌詞でちょっとアレンジしてみました。3番の歌詞がですね、もう今歌いたい、声を高らかにして歌いたいメッセージが盛りだくさんですからね。はい、いつものように2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者さんでもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョンは、なんと入門コード5個でこの熱いロックンロールナンバー歌っていきましょう。で、後半はかっこいいバージョン。ここはですね、やっぱりかっこいいバージョンといったら、やっぱあのロックのグイグイ来るあの力強い疾走感、これ8ビートでね力強くやってみたいと思います。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がねもっと最高なんです。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで私音楽ね聞くの好きだけどやるのねダメだったんです。苦手なんです。あの他の楽器チャレンジしたことあるんだけど全然ダメでしたみたいな、そこの皆さんがあっという間にできるのがこのガズレレ YouTube チャンネル。どんな方でもすぐできます。はい、やってみたいなと思ったらここにリンクありますんで、ここのリンク先に行って上から順番に動画を見ながらウクレレ触っているだけでもほんとすぐですかね。ここから始まりますよ。皆さん行ってらっしゃい。クリック行ってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がもう1800曲とか1900曲とかいうすごいレベルでもうアップロードされております。全部レッスン動画ですからね。はい、皆さんの好きな曲もきっとあると思いますよ。こんな感じで曲名、みんながやってみたい曲名とスペースガズレレというふうに YouTube の中で検索していただくとですね、きっと皆さん好きな曲出てくると思うので探してみてください。さあそれではやってみましょう。今声高らかに歌いたいこの曲、今の清志郎さんのジャンプ。まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、1番3番ショートカットアレンジバージョン簡単版でやってみます。もしかしたら君にも会える。
の今和の清志郎さんのジャンプガズレレシピ超簡単アレンジバージョンゆっくりやってみました。今のはさっきも言ったんですけど、ガズレオリジナルショートカットアレンジバージョンの1番3番、この3番の歌詞のメッセージ今お届けしたい。こんなエネルギーを込めてですね、もう声高らかに歌っていきましょう。曲はねロックンロールですからめちゃくちゃシンプルだけど、この曲ってうまく歌うっていうんじゃないんですよね。エネルギーとこのパッションをねこうガッとこう歌につぎ込む、そういう感じで音程を合わせるっていうんじゃなくて、このエネルギッシュな感じが表現できるとすごい最高だと思います。はい、今のね、まずですね、あのガズレレのね動画ってあの歌詞とコード出てますから、まずこれで練習していってください。でこれフルコーラスでやりたいなと思ったから、1番とか3番と歌詞あのコード進行全く一緒ですから、コード書いて2番の歌詞を書き加えるとフルコーラスでできますからね。はい、で後に慣れてきたらフルコーラス皆さんぜひともチャレンジしていただきたいんですけど、今日はそういうわけで1番3番オリジナルアレンジですんで、これでやっていきましょう。でコードと歌詞出てますから練習していただいて、1個目のゴール設定としてはガズさんの YouTube に合わせてできるようになったら、もうこれで1個目のゴール達成おめでとうございます。できるようになった方はどんどん次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、全部歌詞とコード丸暗記するのなかなか最初は大変でしょうから、最初は楽譜を見ながら何回も何回も練習していって、いずれ覚えちゃって、アンプっていうんですけど覚えちゃう。それでじゃーん夜がこんな風にね、もう大空に向かってね、あの元気に歌いたいというのがね、まあ最終目標だと思うんですけど、まずは楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。はい、ガズのノートに書いた、オリジナルアレンジによるこのガズのノート、これを見ながら今ね、ガズは演奏していきました。もうちょっとしたらこんな感じでね、カメラに大きく映してみんなもこんな風に書いてみてよっていう風にシェアしようと思うんですけど、今日2枚にわたってますよ。はい、今大変便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたジャンプを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のノート楽譜のストックがあるんですよ。このノート楽譜全部ガズレレ動画とも完全に紐づいてますからね、これをすぐさまお手元にデジタルデータとしてパッとダウンロードしてすぐに練習に入っていけるよという画期的なサービスなんです。そして、ね、このガズクラブは、このね楽譜のダウンロード以外にもいろいろコンテンツがありまして、まず代表的なのは毎月2回行われているガズオンと呼ばれる大セッション大会、世界中から参加がある、もう楽しい課題曲をいつも決めてて、もうみんなでわーってもう楽しむやつ、これをやっていたり、会員だけが使えるアプリまであるんです。すごいでしょう。はい、ものすごい充実しててね、でそこではね Facebook のね非公開ページがあってね、もういろんな中のことやらですね、まあ秘密の会議なんかもやったりなんかしてるんでね、これも面白いです。でこのガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのをやってます。このガズレレ大学は何かというと、今 YouTube でねメンバーシッププログラムというのがあってですね、今これパソコンとかね、タブレットで見てる方、ここの下にメンバーになるというのがあると思うんですけど、そこを押してもらうと入れるんですけど、これ590円月額で、毎週2回の、まあ、毎回テーマを決めたレッスン講義でございます。大学ですから、お勉強ですよ。これもなかなか深いです。週2回のライブ配信で何でも聞き放題、月額590円です。やってみてください。あとですね、これやってます。ラジオ放送、ガズラジというのをやってます。スタンド FM というアプリで、毎朝7時半から365日、無料でいつでもどこでもどなたでも聞けるラジオ配信、めちゃくちゃいいこと言ってますね。ぜひ皆さんこれ検索してみてください。この今ね、紹介したことは概要欄にリンクかかってますんで、ちょっとねぜひね見てみてください。さあそれでは楽譜見ていきましょう。ジャンプ今の清志郎さんでございます。今日は2枚にわたってます。はい、1番3番オリジナルアレンジバージョンでございます。これイントロなんですけど、これ今のシンプル簡単バージョンはこう口でメロディーを言ったんですけど、ここ C と C サス4のフレーズを、かっこいいバージョンでここかっこいい決めみたいな感じで弾くんですよね。これね後でしっかり解説するので、かっこいいバージョンここぜひやってみてください。でここはい、ここにこう矢印マークがあるんです。これシンコペーションといってリズムがズコンと食い込んでくる、かっこいいバージョンではこのねアレンジを施しますツタタタとかね。はい、これはお楽しみにしておいてください。今のシンプル簡単バージョンは上の段をゆっくり4つ引きで弾いていたということです。はい、こっちもここに書いてあるんですけど、これもねかっこいいバージョンで下のコード弾きますよということになってます。まずはですね、今こうやって写しとくので1番まで、あいけるかな、お時間ある方これノートとかに書き出してゆっくり練習スタートしてください。それか今紹介させてもらったガズクラブで、このガズの手書きノートそのものをダウンロード、デジタルデータでダウンロード、めちゃおすすめです。ちょっとここ見てください。点が書いてあるでしょ、これがリズムの拍になってます。 1,2,3,4 夜から朝に変わる、うん、
いつもの時間に、こんな感じですね。はい。で、これ歌詞カードには出てこない、こう伸ばすところの表現がね、なかなか役立つ。あと、この位置関係でタイミングを分かるようになってます。かなりね、いい手書き楽譜になっております。はい。ひとまずお時間ある方書いてください。イントロから A 番、A メロ1番。はい、OK。で、ここ B メロです。おー、荷物をまとめて、ここがね、もうなんかロックのね、もうやっぱり、いい。ロマンある。はい、で、ここサビですね。このサビですよ。めちゃくちゃシンプルですね。言いたいことはさ、やっぱこれなんですよね。はい。もう一度高くジャンプするぜ。もうまさに、コロナとかいろいろあるけれども、まさにこれ今響くメッセージ。はい。で、ここ見てもらいたいんですけど、ここ F、G やったら、はい。1回目にここ来た時は、イントロをもう一回の感想として、イントロっていうのはこのセットですね。これをやります。そしてこれが終わったら、はい、こっちになりますね。本来はここから2番が始まるんですけど、はい、ガズレレオリジナルアレンジとして、ここから3番の A メロいきます。はい、ここの3番の歌詞のメッセージがね、やっぱり今グイグイ、僕たちのハートを突き動かす感じです。よくこの歌詞もご覧になっていただいて、歌詞のね、メッセージも一緒に歌い込んでいきましょう。1番とコード進行的には全く一緒でございます。歌詞が変わるだけでございます。はい。はい、そしてこの B メロも、ちょっと歌詞が変わってきます。はい。で、ここまで来たら見てください。サビ2回繰り返しってなってますね。じゃあサビに戻ります。で、サビに戻ってきました。はい、ここで見てもらいたいんですけど、はい、2回目以降はここ C になりますね。はい、高くジャンプするよ、2、3、4、ジャンプって2回繰り返すわけですから。はい、で、今のシンプル簡単バージョンはここで2回やった C で終わったんですけど、かっこいいバージョンではオリジナルアレンジとして、この後にもう一回、イントロのこの C のとこだけのパートをやろうかなというふうに思っています。これはガズレレアレンジになっております。さあ、出てくるコードをご紹介。今のシンプル簡単バージョン見て、この入門コード5個です。これはめちゃくちゃ簡単。CAmFG7EM7。この入門コード5つ。あ、これを見てください。ロックンロール、ノーウォーって書いてあります。こういうメッセージがここにたっぷり詰まってますからね、ロックンロールで、もう笑顔ですよ。はい。はい、戻ります。はい、この5つのコード。これですよ。ドン。ガズレレ必須コードのグループのメンバーでございます。このガズレレ必須コードって一体何かというと、このちっちゃいクレーで音楽始めたいなと思っている方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループです。10個もあんのか、とか思うかもしれないんですけど、入門コードだから1個ずつ見たらどれも簡単。だけど、いっぺんにドンと10個のコードを覚えろって言っても頭ごちゃごちゃになっちゃいますから。そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、めちゃめちゃいい動画撮ってます。ここにその動画のリンク貼っとくんで、楽しくコード10個覚えちゃってください。とはいえ今日コード5つですから、これは簡単コードですよ。ゆっくりどんどん歌ってものにしていきましょう。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、まあさっきも言ったんですけどね、歌ですね、このね、今尾の清志郎さんのこの曲なんかも聴いているとそうなんですけど、上手に歌うっていう要素がもうないですね。もうやっぱパッション、エネルギー、やっぱロックっていうのは衝動ですから、それをこうガーッとこうね、切り裂く、カミソリのようにやっぱ歌う。このエネルギーとともにやっぱり歌詞の内容をやっぱ読み込んで、メッセージをね、こう叩きつけるような熱いパッションで歌うのが素晴らしいんじゃないかなと思います。はい。そんな感じでじゃあかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョン1個だけコード追加。イントロでちょっと出てくるんですけど、これね、コードっていうよりフレーズで覚えちゃった方がいいと思うんですけど、一応紹介。C のサス4。これ簡単です。C を押さえといて2弦の1フレート。これ。これが C サス4。はい。これ話すと C。C と C サス4。こんな感じでイントロと感想とエンディング、かっこいいバージョンで使っていきます。後でここしっかり解説していきます。じゃあ出てくるリズムです。今日はめっちゃシンプルです。ドン。8ビートのチャ。はい。あと、シンコペーション入ってますけど、まあ、基本はもう8ビートのチャです。やっぱりね、もう、清志郎さんのロックンロールって言ったら、やっぱり8ビートですね。はい。この弾き方、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から、8ビートのチャの濃厚解説レッスン動画がすでにそこにアップロードされていますので、じっくり見て、このリズムものにしていてください。ちょっと一言解説すると、こんな感じ。この、チャっていうのが、ドラムのトーン。スネアドラムを表現して打楽器的要素が加わって三次元的なビートになっているということで、これはぜひものにしていただきたいリズムです。かっこいいリズムですからね。はい、じゃあここからいろいろ解説していきましょう。今日はイントロがね、イントロと感想のフレーズが一番今日はちょっとねキーポイントになるかなと。ちょっと最初にやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。かっこいいでしょ。これぜひやってもらいたい。ちょっとめちゃくちゃゆっくりやるんだけど、今やってたのは左手はね、だんだんだだったんだだだだだ、これを足すか引くかだけなんですよ。 C と C サス4行ったり来たりすることだけなんですけど、タイミングが問題。めっちゃゆっくりやりますよ。ワン、ツー、スリー、フォー、チャッチャッチャッ、
こんな感じで表すとこういう感じになるかな。ちょっとね、じゃあ引かずに手だけ動かしてやってみましょう。口で言いますよ。せーの、ダンダンダダチャ、ダンダダダダダチャ、ダンダンダダチャ、ダンダダダダダチャッタ。こんな感じかな。これはですね、今みたいに、今の動画と今のね、解説を聞いて、フィーリングでこう、マスターしてもらった方がいいかもしれない。あんまりロジカルシンキングで考えると余計難しいんで、ダンダンダダチャ、ダンダダダダダチャ、チャの位置が普通の8ビートのチャとちょっと違うのがポイントなんですね。もう一回ゆっくり。せーの。シンコペーションになってるんですね。ここがここで、ここでパーン、シンコペーションになってる。ね、あんまり意識しなくてもいいと思うんですけど、ダンダンダダチャッ、ダンダダダダダチャッ、このフレーズを何回も頭に思い浮かんで、C と C サスポを交互にやって、これはね、フィーリングで掴み取った方がこれ早いんじゃないかなというふうに思うんですけど、ちょっとガズの今のね、解説を分析して、皆さんちょっと物にしてみてください。で、この後ね、イントロの後半みたいなところでシンコペーションが出てくるんですけど、でんでんどん、ここ今食い込んだでしょ、これがシンコペーション、でんでんでつっとまた食い込んだ、はい、でんここもでんで、次はでんちんだだだだだみたいな感じで、だだだだって感じで次の A メロにどんと入っていくぞという感じで、そのちょっとおかず的な要素を入れて A メロに入っていきましょう。で、 A メロからはですね、基本的にシンプルな8ビートなんですけど、ミドルテンポだからあんまり速くなりすぎないでね、このちょっとね、ゆったりした8ビートがこの曲の特徴です。力強いというよりはちょっと軽やかにね、なんかラフなんですよね。でも歌は熱い。こんな感じがいいと思います。で、ちょっと A メロの最初のところでね、この決めをちょっとやってみたいですよね。ちょっとじゃあやってみますね。夜から朝に変わるいつもの時間に、ここパッパッ、この CCCG7 なんですけど、ここね、あえてこうストップかけた方がかっこいい。で、ストップかけるってことはこのカッティングが登場するんですけど、慣れてきた人はこれカッティング入れてみるといいと思います。まず普通の最初のステップはいつもの時間にから言うと、いつもの時間に世界はこうなんですけど、慣れてきた人はいつもの時間に世界はここバッバッて止まってるのが結構ね、原曲今野清志郎さんの音源を聞くと、ここ結構ね、ここインパクトあるバッバッて、こう気持ちよくねストップかける感じがちょっとインパクトはあるなと思ったんです。これ止められる方、左手でこういうのカッティングって言うんですよね。左手で音を止めてる、はい、これカッティング。もしね、興味ある方、さっきのリズムいろいろっていうところにね、カッティングの方法、練習方法も書いてありますね。動画でちょっとやってみてください。ちょっとしたことですけど、これがね、今のパターン結構いろいろ入ってきますんで、そこをちょっとね、動画の中で確認してみてください。あとはね、もうほんと説明、はもうこれで終わりですね。とにかくこのイントロと感想が出てくる、ダンダンダダチャッダンダンダ、ここがちょっとやっぱり一番キーポイントになるんですけど、あえてでもね、シンプルで、素晴らしい、簡単にそうに見えると思うんですけど、こういう曲で、ね、ちゃんとしっかりリズムキープをきっちりし続けて、演奏し続けるっていうのが、逆にこれ結構、すごく深くて重い永遠のテーマみたいなのがあるんですね。簡単な曲をすごいドライブ感満載で、速くならずに安定的に、どっしりした感じで弾き続ける。これがやっぱりね、簡単そうに思うけど難しいんですよ。この大陸包み込むようなロックのね、このビートをですね、これちょっと味わってください、皆さん。はい。だんだん速くなっていっちゃいますか。特にこう、たまに入ってくるシンコペーションに惑わされて速くなっちゃうパターン多いと思うんですけどね。あとはやっぱり、そういうことももちろん大事ですけど、歌詞に込められてるメッセージ、これはですね、まさにもう何回も言うけど、今この2022年という時に、思いっきりやっぱ歌いたいですね。いろんなものがこう、時代がバッと変わっているね。まだ真っ只中だけど、もう一回ジャンプすると、サビに書いてありますよ。もう一度高くジャンプするよって書いてあります。もう僕もいつもジャンプしっぱなしですけれどもね。まあでもそういうね、なんかこう前に向かっていくね、すごいこう熱い推進力を感じます。そんなことも思いながら歌を歌って、これがポイントになると思います。さあ、エネルギッシュにやっていきましょう。今野清志郎さんのジャンプ、ガズレレレかっこいいバージョン、やってみる !1,2,3,4!
てくるその前に、今の清志郎さんのジャンプガズレレかっこいいバージョンやってみました。やっぱりこれはですね、もうエネルギーがやっぱりね入っちゃいますね。体を揺らして、体からねビートをこう生み出すようなエネルギーたっぷりに、気持ちよく歌っていきましょう。お知らせです。このイベントに出演が決定しました。11月5日6日に新宿御苑というね、新宿にある公園でやるんですけど、入場料500円はかかるんですけど、イベント参加自体は無料でございます皆さん。はい、なんですけどちょっとね、ガズがね何日の何時からのステージに出るかちょっとまだ、確定していませんので、またちょっとこの情報は、分かり次第お伝えするんですけど、リンク詳細ちょっとここにリンク貼っとくんで、概要欄にも貼っときますけど、確認しといてください。予定だけ押さえておいてくださいね。この G ラボ、今、これね、使ってたウクレレのこの G ラボの YouTube ページスタートしています。こっちもなかなか面白いですよ。はい、ガズレレの YouTube ページ、公式ページが概要欄に貼っておきます。そして今ね、ガズレレでは2年ぶりに全国5カ所回るイベント開催中です。5カ所のうちもすでに3カ所終了、大盛況でした。もう最高でした。あと残すは10月の大阪と11月の横浜なんですけど、チケットすでにソールドアウトです。ありがとうございます。参加される方一緒に盛り上がりましょう。まだちょっと行けなかったという方、次の情報をお待ちください。そしてガズレレではですね、なんとピアノ教室もやってるんですよ。この私ガズが考えついた弾き語りに特化したオリジナルのピアノの弾き方、鍵盤楽器の弾き方なんで、どなたでもあっという間にできます。はい、はい、これで今度なんと本が出ることになったんです。10月今月発売なんですけど、ぜひ皆さんご予約お願いします。 Amazon でガズピアノってやると詳細出てきますんで、鍵盤楽器で音楽やるのも最高ですよ。ガズレレやってる皆さんならすぐできますから、ぜひチェックよろしくお願いします。ガズレレではですね、このガズレシピというアプリがあるんですよ。これめちゃくちゃ便利なアプリで、皆さんアプリのインストールは無料です。中でね楽譜を購入できたりするんですけど、インストールは無料でいろいろ機能ついてるんで、ぜひインストールもお願いします。そしてね、このアプリの中に入ってる楽譜が本になって、こっちも Amazon で販売中ですからね。こっちはね、簡単バージョン以外にもかっこいいバージョンも楽譜の中に表記されてますんで、これかなり隠れた名作となっております。はい、これもねそうなんですけど、もちろんこのリットミュージックから出てるウクレレ本のシリーズ、もうすでに16万部ぐらいはもう全部で売れてると思います。ものすごいベストセラーです。なんでかというと、分かりやすくて簡単だからです。皆さんぜひこの本の方のチェックもよろしくお願いします。そしてね、いつもガズさんが被ってるキャップだとか T シャツ、今日はちょっと T シャツじゃないですけど、このストラップだとか、このここに入ってる水引きだとか、いろんな楽しいグッズガズレレではありますんでね、これ公式ホームページにね、このグッズページありますんで、ぜひいろいろ見てください。今さらっと話したのね、概要欄に大体リンクついてますんで、気になったところあったら見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。はい、そんな山盛りなガズレレなんですけども、音楽をですね、聞くからやるに変えていこう、笑顔が増えるぜということで、モリモリやっていきます。皆さん、どんどん音楽楽しんでいきましょう。またお会いしましょう。ガズレレでした。さよなら、バイバイ。